皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2022年9月の16日金曜日ということになりましたが、最近ですね、DX のセミナーの中で、 ズームのね、新しい活用法ということでお話をさせていく中で、どうしてもね、やっぱりこうスライドがなくてですね、口頭で説明する部分が多くて、やっぱこれちゃんと作っていかなきゃいけないなということで、今ですね、ズームの動画を、ね、たくさん撮っています、えー。今日お話ししたい内容は、実は2年前の9月にですね、えー、ブログで書いた内容なんですけど、ズ、えームのお店をオープンさせるなら、 リアル店舗と同時にバーチャル店舗もオープンしろという内容について書いてるんですね。まずはですね、ちょっとそちらの記事の方をご覧いただきたいと思っています。こちらの方からですね、ご覧ください。出ますでしょうかね。はい、こちらからご覧ください。どうぞ。はい、こちらね、何かというとですね、ちょうど1年前なんですよ、に書いてる記事なんですけど、こういう記事がありまして、ここの中ですね、 僕が書いてるのは、こんな感じ、こんな感じですね。えー、リアル店舗とバーチャル店舗をオープンさせましょうっていう書き方をしたんだけど、えー、出てますでしょうか。これ、ちょっとね、やっぱり、バーチャル店舗って言い方すると、なんかメタバースみたいな感じで捉える人がいるので、まあ、バーチャルって言い方あんまり良くないなと思って、今回ですね、この言葉を変えて、デジタル店舗って言い方に変えました、えー。ちょっとね、こちら見て、あちなみにこれね。 日付見ておきましょうか。2020年の9月7日ということで、9月7日ということでね、ほぼ2年前に書いた記事っていうのがあると思うんですけど、これをね、ちょっとこういう言葉に言い換えました。デジタル店舗という言い方に変えましてですね、お話ししていきたいなと思ってるんですけど、で前はこの動画、一つだけでですね、説明していたんですけど、ちょっとさすがにこれだけだったら無理があるなということで、今日はですね、 ここのとこに少しです、ね、足していきたいなというふうに思っているわけですね。はい。えー、ではね、紹介していきたいと思うんですが、まずね、ちょっとこの話をする前に、ズームのこの機能を知らないとね、難しいかなと思いますので、その待機室っていう話と入室音の話、ね、をしていきたいなと思っています。えー、こちらのものですね。まずこちらからね、ちょっと動画流して、ね、説明していきたいと思うんですけど、ちょっとね、ご覧ください。 はい、今僕待機してるんですね。そうピコンってなりましたね。プンプンってなりましたねで。これで許可するって押してもらうと、ピコンってなって、で、これで。はい、ご視聴ありがとうございました。続きをご覧になりたい方は、動画の下にあります概要欄の方から、YouTube チャンネルのメンバーなるにはのリンクを進んでください。そうすると、YouTube メンバーシップの申し込みの中で、 月額190円から学べますデイリー会員っていうのがありますので、こちらに入っていただければ見ることができます。今日の動画だけでも190円の価値があると思いますが、今日から1ヶ月間ですね、毎日に動画を見ることができますし、そしてデイリー会員というサービスを始めて1年以上経ちますが、すべての動画を見放題とも言えますので、よかったら申し込んでいただければと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、続きをご覧ください。 どうぞ。